はい、こんにちは。8月の8日木曜日の日替わり竹部でございます。本日の東京市場の動向でございますけれども、マーケットポイントという当社からの発信させていただいておりますツイッターもしくはリキアの FX 道場ブログの方でご案内させていただいてますので、ぜひそちらの方でもご確認をしていただければと思います。実は朝でございますけれども、日本テレビさんの株式の番組マーケットナビという番組に出させていただきました。で、そちらの番組で東証の寄り付きとともに合わせて申し上げたことが2点ございます。で、1点目はですね、何かというと13,600円水準が、維持できるのかどうかとちょっと弱気な発言をいたしまして、そんなにっていうような形になったのかというような形で、結果としては、その水準で本日東京株式市場終了しています。で、2点目は1ドル95円水準がちょっとリスクとして高いんじゃないでしょうかねというふうにして申し上げました。で、この2点目に関してでございますけど、ぜひですね、ご自身でもチャート、ちょっと長めのチャートでございますけど、ご確認していただければと思います。ちょっと竹部の字は非常に汚いので、なんだそれはと思われるかもしれませんが、現状の水準をちょっと下抜けていくと93円水準なし12,415円、まあ本当に汚い字でございますけれども、ぜひですね、この2点をベースと踏まえた上で、この水準が意識されるというような見解で申し上げた経緯でございます。さて、それではですね、今後のドル円相場、特にドル円相場でございますけれども、どういった動きになってくるのか、この辺が非常に警戒されるところでございます。そこで今回はこちらのタイトルでご案内させていただこうかと思います。真夏の悪夢円高警戒というところで、まず左側のところのチャートは前回の日替わり竹部で申し上げましたが、96円水準が慕われるようだと、まあそれ以前もございましたね、97円ちょうど水準がちょっと割れてくるよともっと怖いですよという話しましたが、いずれにしてもこの水準が割れてくるようだと95円水準を意識せざるを得ないというのが、この左側のチャートで、テクニカル的にご確認していただければと思います。まあそういったコメントをちょっと真ん中の日テレ24マーケットナビという、番組に出演させていただいた時の写真ちょっと掲載させていただいておりますが、まあ同じようなことを申し上げております。で、右側のところでございますのも現状ですね、足元どういった形で考えるのかというところでございますが、本日も、国内政府系の意思というふうにして申し上げると、ちょっと いろいろ問題出てくるかもしれませんが、機関投資家さん、そして、本邦の信託銀行などからのこういったところの意思というものが96円台を維持させようというような意思が見えるようでございます。マーケットではかなり噂されていると。で、本日でございますけれども、オーストラリアの雇用統計、そして中国の貿易統計、そして日銀の金融政策決定会合と、まあ、それぞれ3つのイベントをこなしたわけでございますけれども、大きくマーケットで意識されましたのは、97円に向かって跳ね上がっていくような状況の時に、やはり国内機関投資家からの意思というのが見えてきたのかなというふうにして言われておりました。ただし97円台に乗ることができず、戻り売り圧力が強かったというところで、改めて今夜でございますが、つい先日の米国雇用統計が不振でございました。そういった意味では、新規失業保険申請件数もしくは、継続して米国の QE3 に絡んで、米国株式市場の不調というのを大義名分にして下押ししてくる可能性があるかもしれません。そういう意味では真夏の、悪夢になるのかもしれませんが、ならないことを記念いたしまして、ドル円相場、リスク管理十分ご留意していただいて、お取り組みしていただければと思います。以上、8月の8日木曜日の日替わり竹部でございました。